今日は先ほど司会者にお読みしていただきましたところのルカによる福音書の第24章のところの特に32節のお言葉に目を留めていただきたいと思います。みちみちお話になっている間も聖書を説明してくださった間も私たちの心は内に燃えていたではないかというお言葉であります。イエス様の復活は弟子たちにとって大きな意味を持ちました。先週も申し上げましたように本当にそれはただ死から蘇ったというだけではなくって、それを弟子たちに大きな変化をもたらしていったということです。今朝のテキストの24章31節においてもまさにそのことが言えると思います。エルサレムからエマオに向かう途中、エルサレムから大体聖書を今見ますと大体11キロぐらいというところに今エマオというところがあると言われておりますが、そのエマオに至る道に2人の弟子たちが歩いておりました。彼たちはしきりと何かを話し合ったり論じ合ったりしていたんでしたけれども、しかしその雰囲気は論じ合うっていうのは少しカッカカッカと燃えるようなものがあるはずなんですが、そうではなくって沈んだものであったように思います。暗い限りの中で彼らは話し合っていたということですね。でイエス様はその彼らに近寄って語りかけたということです。あなたとは何を話しているんですかと聞いたときに、この二人は暗い顔をしてエルサレムに降りながら、知らなかったんですかというようなことから、彼ら自身がイエス様のことについて話したというんですね。まず今日第一に見たいことは、まず第一に見たいことは人生の目標を失った弟子たちということについてお話ししたいと思います。21節にこの2人はイエス様にこんなことを言ってますね。私たちはこの方こそイスラエルをあがなってくださるはずだと望みをかけていましたという言葉を言っております。この二人のうちの一人は名前はクレオパという人でありましたが、その他のことについては分かりません。彼らはイエス様の12人の、あるいは12人に限ったことはないと思いますけども、弟子たちの数多くいる弟子たちのうちのユダ州の出身で、イエス様の弟子たちの主だったものは北方のですねガリラヤ出身の人たちが多かったんでしたけれども、彼らはこの2人は南の方のユダ州の出身のものであった。まあイエス様の弟子たちは東北地方の人の方がね、北の方ですね東かどうか分かりますが、北方の人たちが多かった。チャーチボゴットの信徒たちの中でも結構東北の人が多いんですよ、はい山形県の人たちも、私も山形県の出身でありますけどですね、よく聞かれます。チャーチボートの方でどうして山形県の人が多いんですかっていうようなことを聞かれますけどもですね、まあたまたまそういう形になっていったわけですが、この弟子たちの中のほとんどは北方の人たち、ガリラヤ地方の人たち、まあ、イエス様が生まれたというか育ったところがその地方であったということも関係があったと思いますが、ただこの二人はそうではありませんで、南の方のユダ州といいましょうか、ユダ州の出身、このエマオというところがその辺りです。彼らはどの時点でイエス様を信じるに至ったかということについては
分かりません。ここに初めてポッとこう出てくる人たちでありますから分かりません。しかしイエス様のお語りなさったところのお話に心を惹かれて、そして彼らはイエス様に従っていった。弟子たちのほとんどは北のガリラヤのいわゆる東北なまりの人たちのいる中で、自分たちはですね違うような中でもありましょうけども、しかしその違いは別として、本当にイエス様に心を惹かれてイエス様に従っていった。しかしそのような彼らはがっかりしました。そのイエス様が、愛するイエス様がこのお方であるならば自分の人生かけても間違いがないと信じて従っていた人たちでした。そのイエス様が十字架につけられてお亡くなりになったということ、お亡くなりになったというだけではなくって、やがて女の人たちや弟子たちがそのイエス様の墓に行ったところが、そこにイエス様のお姿がなかったということ、これらのことを聞いたときに、彼らは今まで信じてきたイエス様というものが突然彼らの世界から視界からですね消えていってしまったということに対するところの、今までこの方に従っていったならば間違いがない、この方こそイスラエルをあがなってくださるお方であると信じて従ってきた、そのお方がどこやら行ってしまった、目標を失ってしまったということが彼らにとっては人生何をこれから支えとしていったらいいだろうかという戸惑いがあったと思う。女の人たちがイエス様のお墓に行った時に天使のが現れて、天の使いが現れて、そして言ったことはですね、メッセージが語られた。ガリラに行きなさい、そこでもう一度会うとこ言われた。ですから他の弟子たちはガリラを目指して歩き始めたのかもしれません。でもこの二人にとってはね、ガリラと言われてもね、自分たちは馴染みのないところだ。どうでしょうかね、皆さんね、イエス様が山形県の酒田市で会いますから、そこに行きましょうと言われてもですね、そう言われてもな、私は今横浜に住んでるんだけども、山形県のあの端っこの秋田の近くまで行かなきゃったらイエス様に会えないと、それはなという感じがあるかもしれません。多分そんな感じではないかと思うんです、今はね。そうして彼らが選んだのは自分の故郷に帰ろう、それがエマオであったと思うんですね。そういうことだと思う。忽然として彼らは人生の目標を失ってしまったということがここに言えるかもしれません。イエス様こそ自分にとっての全てだと思った。有名な聖書の賛美歌がありますね。 Jesus is all the world to me という言葉があります。イエスこそ私にとって全世界である、そういう賛美ですね。本当にそんな思いでこの人たちは得たのかもしれません。しかしそのイエス様がいなくなってしまった。彼らの落胆失望というのが目に見えるように思います。ガリラ出身の人たちはガリラに行けばイエス様に会えるかもしれないというような期待があるかもしれませんが、私たちにはそのようなものはもうないといったような思いがあったかもしれません。人生の目標を失うということ、私はある会合でですね、一人の方と知り合いになりました。ある一つのグループ教派のですね会合であったんですけれども、そこの事務のお仕事をされている信徒の方ですが、その方が
とお会いしたことがある大変素晴らしいクリスチャンであります。ある教会の信徒でありました。私たちの教団とは違う教団ですけども、この方はですね、昔軍人さんだったんですね。それでしかもその将校のような軍人さん、一兵卒ではなくって、そういう国軍人として養殖にあった方のようであります。ところが戦争が終わりまして、一夜にして価値観が、日本の価値観が変わってしまったんですね。まあ当時私はもう小学生の5年生かそのぐらいですけども、ですけども、大体雰囲気が分かります。それまではね、もう本当に軍国主義といって、もう軍、この戦争で軍隊でもって、軍、この戦でもって世界に勝てるといったような、そのためにもう小学生である私たちも全部そう一つの方向で教育されてきたんです。ところが昭和20年8月15日あの日をもってガラッと日本が変わってしまった。軍国主義はもうダメだった。そして民主主義なんだった。そしてアメリカもその民主主義の担い手である。だからアメリカのようにならなければ、今までの日本はダメだったんだということで、価値観が全部変わってしまった。もう私たち子供ですからですね、もう本当にそういうもんだとそう思い込んでいたわけですが、軍人さんにとってはそうはいかないですよね。今までの自分の人生全てが命をかけて従ってきたものが、それがもう否定されてしまった。そして故郷に帰ってきて、この方は千葉県の船橋というところに住んでおった方ですけども、帰ってきてももう周りの人から職業軍人であるだけに、なんとなしにですね、うさんくさい目で見られるようになってしまった。彼はそういう中でもう本当にいる場所がなかった。彼が逃れたのはお酒でした。もう酒をですね、飲むことによってそういうところから自分を忘れることで、どん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 お酒に溺れていったんですね。そして気がつくときにはもう夜飲み始めて、朝になったら土分の中にいたというような、そういう人生を送っていた方でした。人生の目的がもうわからなくなってしまう。何を自分が理想として、あるいは命をかけて自分の人生をかけて進んでいったらいいかという、それすら見えてこないという時には、どんなにそれはつらいことであるかということが分かります。まあ幸いにこの方はね、イエス様に出会いました。そしてイエス様によって救われた。で、そう、私が知っている時にはもう救われた、もう本当に素晴らしい人格のクリスチャンの方でした。信徒の方ですけども、本当に尊敬できる方でした。その団体の、私たちがやってる団体の事務のお仕事をもう忠実になさって、そしていろんな教団から参加している先生方のその便宜のためにもう常にですね、整えて、事務的なものを整えて、そして私たちに提供してくださって、自分がスムーズに進むことができるように配慮してくださっていらっしゃる謙遜な人、元軍人なんだとは思えないような、そういう方でした。でも彼の証は、今言ったように人生の目標がなくなってしまった、突然なくなってしまった時に、どういうふうにして自分のこれから人生を立て直しているのかということが見えなくなってしまった。まさにこの二人もそういう状況ではないかなと思うんですね。はい、第二のところに行きたいと思う。弟子たちと共に歩むイエス様ということです。15節の御言葉に目を留めていただきたいと思うんですが、イエスご自身が近づいて彼らと共に道を歩いておられた。この二人にイエス様が近づいて共に歩んだ。私は素晴らしい、この言葉大変好きな言葉ですね。
本当に、落胆しているところのこの弟子たちに近づいて一緒に歩いてくださっている。彼らと同じ歩幅で、彼らと同じその戸惑いの中に自分ご自分を置いてイエス様が共に歩んでいらっしゃるということ。私たち教会にとクリスチャンにとりまして大変有名な賛美を知ってますね。有名なマーガレット・パワーズという方がお書きになった、お作りになった賛美ですけれども、足跡という賛美があります。フットプリントという、英語でのものですが、そういうふうにありますね。アメリカ人の方が作った方ですけれども、それはどういうことであるかというと、私たちが本当に一番困難な時に、試練の中にあった時にイエス様が共に歩んでくださっているという賛美なんです。いや、このマーガレットの作ったのは共に歩むではない、共に背負って私を背負ってくださっているって、いわゆる足跡ですね。海辺の中のところにこう歩いている時に足跡がつくでしょ。でその後ろを振り返った時に、この二人の人が歩いている時に二つの足跡がある。でイエス様も私たちと一緒に歩んでいる時に、振り返った時に二つの足跡があるはずだ。ところが一番困難な時に振り返った時には一個の足跡しかなかった。どうしてと言って神様に尋ねた時に、その時は私はあなたを背負っていたんだよという賛美なんですよね。そういう内容の賛美なんです。これはね、一時期本当に教会で流行ったと今では歌われていると思いますが、そういう歌であります。この歌が教会の中で本当に愛されたというのはね、誰の心にも試練の時がある、苦しい時がある、でもそんな時にイエス様と共に近づいて歩んできてくださっていたという、その経験を持っているから、この歌が皆さんによって愛されたんだろうと思うんですね。イエス様は歩んでくださった、近づいて共に歩んでいてくださったというんです。でもそれだけではないんですね。イエス様はその彼らと共に歩みながら、聖書のからご自分について話し合われたと書いてあります。27節にそう書いてありますね。それからイエスはモーセ及びすべての預言者がから始めて聖書全体の中でご自分について書いてある事柄を彼らに解き明かされたと、これよりあります。イエス様が、私が試練の時、困難な時、戦いが覚える時にイエス様が私に近づいてくださる、それも恵みですね。一緒に歩んでくださる、これも恵みですね。でもここまではある意味によって心理的な、心理学的なですね、あるいはカウンセラー的な取り扱いとしてもこういうようなことはあるかもしれませんけれども、たむっと大切なことは、聖書全体からイエス様ご自身のことについて語られたという、最後は御言葉なんですね。聖書のお言葉なんですね。お言葉、聖書はね、いろんなことが書いてありますけれども、その最もいろんなことのそれが何にフォーカスされているか、焦点が当てられているか、それはイエス様ご自身なんです。ヨハネによる福音書の有名な5章の39節というところを見ますとですね、これはイエス様がおっしゃった言葉なんですけども、あなた方は聖書の中に永遠の命があると思うので聖書を調べていますが、その聖書は私について証言していることだとイエス様ご自身がおっしゃっている。確か
にイエス様、聖書にはいろんな出来事が書いてあります。特に旧約聖書なんか見ますと、どうこれが聖書なのかと思うほどいろんな出来事が書いてあります。イスラエルの歴史であるとか、そんなことは私たちにどうでもいいんじゃないかと思うようなことすらも書いてある。でもそれらを全てのが全部一つの方向を指さしている。何指さしているか、イエス様ご自身である。ですから私が聖書を読むときに、その中から本当にイエス様という方をそこから見出していかないと聖書を読んだことにはならないんですね。でイエス様がお語りになったことはこの二人に近づいて、そしてイエス様がこの二人と共に歩んでくださった。それだけではなくて、聖書からモーセをはじめとありますが、これは多分旧約聖書のことから始めたんだと思いますけれども、そこからイエス様ご自身のことについて語りかけられたという、復活されたイエス様がこの二人のことにですね、ガリラの組の人たちだけをイエス様は愛しているわけではないですね。ユダ出身の弟子たちに対しても近づいていって、そして聖書からイエス様ご自身のことについて語られたということ。はい、第3のことについて言いたい。目が開かれ、心燃える経験ということです。話はこのですね、物語としての話は少し飛ばしていただきますけれども、その時後で彼らが、ね、それがイエスと分かった、イエス様と分かった、この一緒に歩んでくださった方、聖書を解き明かしてくださった方がどなたであるかということが分かったと言うんです。彼らの目が開かれて、31節にそう書いてありますね。それで彼らの目が開かれ、イエスだと分かったとあります。そうしてその、ああイエス様と分かった、その時に彼の心に思ったのは、あの聖書の言葉が語られていた時に私たちの心は内側に燃えてたということを彼らは互いに言い合ったということですね。弟子たちの目が開かれた、心が内に燃えたという経験をした。最初は彼らの心は沈んでおりました。目標は失った、いなくなってしまった、なくなってしまった、どうしてこれから自分の人生を立て直していったらいいだろうかと思うような失望の中に、落胆の中にいた彼らが、その道中にイエス様が近づいて語りかけてくださって、そうして聖書から神様の恵みを語られた、主ご自身の、そのご自身について語られた時に、彼らの目が開かれて、心が内側から燃えるものを感じたとこう言うんですね。これはこの二人の弟子たち、この時だけではなくて今日でも、復活のイエス様に出会う時に私の心が燃えていきます。先ほど申し上げました船橋の一人のこのクリスチャンの例を最初申し上げましたけれども、この方もそうです。もう本当に先に溺れて、気がついたら朝目が覚めたらドブの中にいたっていうような、そういう方でもイエス様を信じた時に彼の人生が変わっていった。本当に私が知ってる時にはその方がまた軍人であったといったようなことすらもう思えないような、心、まあ、本当に穏やかな方でありましたが、今でもそれは起きます。教会
に教会史にとりまして忘れることのできない一人の人物は、これジョン・ウェスレーという方ですね。この人は後にメソジスト教会の元に最初のですね指導者となった、まあメソジスト教会そのものの最初の人物となった方でありますが、この方はもちろんアメリカのイギリスのですね聖公会の出身の方なんですけれども、若い時に大学生の頃にクリスチャンになって、そしてイエス様に対するところの純粋な思いを持って、仲間を集めていろんな祈り会をしたり、いわゆるホーリークラブといったようなそういうものを持って彼はイエス様に忠実に歩もうという決心をしました。そうして彼はやがて、ですね献身をして牧師にといいましょうか、そういう形になりましたんですけども、アメリカに伝道に行こうと思いました。アメリカのインディアンに対して福音を伝えたい。でその頃はこのアメリカはまだイギリスのこの植民地であったわけですけども、彼はそこに渡ってそしてインディアンのために伝道をする働きをしたんですけども、うまくいかなかったんですね。うまくいかなかった。おまけにですね若いですから、彼は恋愛、一人の女性に対して思いを寄せて恋愛感情を持つようになったんですが、それもうまくいかなかったんですね。もちろんそれは相手がですねすでに結婚してる相手の人ですから、とんでもないことですけどもですね、そういううまくいかない、彼は失望落胆してイギリスに帰るんです。毎日ね晴れない日が続くわけです。うつうつとした日が続くわけです。クリスチャンです。である時に誘われてですね、そして、集会、ある集会に出ませんかということで誘われてそこへ行くことになった。あんまり心進まなかったんですよね。でもまあまあしょうがないですか、しょうがないというか、そういう行かなきゃいけないだろうということがあってそこに行った。集会がやってた、その集会やってた。でもその集会の中ですね、マルチン・ルッターの本をある人が読んでた。それを聞いている時に彼の心が怪しく燃えるものを感じたと書いて、彼の後に書いております。日にちがちゃんと覚えてるんですね。時間まで覚えてるんですね。時間、日にちは1738年5月24日、5月24日って間もなく来ますね。5月24日午後9時15分から時間まで覚えてるんですね。日記に書いてある。心が怪しく、ある人は9時15分なのか8時45分なのか、そのあたりがですねちょっとはっきりしないところがある。なぜかというとクォーターというかアフターっていうかクォーターアフターなのかね、そのあたりがちょっとわからないところがあるんですけどもですね、クォーター2となると45分ですから、でもアフタークォーターであれば15分になるわけですけども、まあその普通、まあ、9時15分とこう言われています。心の中が燃えるものを感じた。彼の中に復活の主にその時出会ったんです。それからの彼の生涯は変わった。そして始めたのがメソジスト運動だったんですね。後にもう今どうでしょうか、教会の働きの時にメソジスト派というのがあります。私たちもですね、信仰的にはそのような流れの中の一つでも数えることが、まあ、チャージボコードはメソジストではありませんけれども、しかし
神学的と言いましょうか、信仰的な教理的な面から言えばこの流れの中に属しています。そういう意味では本当に教会の世界的な教会のそのもう何分の1っていうかね、がこのメソ派あるいはそれにの系統の中にあるわけです。でもこの方がウェスレーという人が一番最初に本当に人生の目標もなかったような時でした。もううつうつで張れない、何を自分の人生とこれから目標として進んだらいいかわからないような時に、この集会で復活の主に出会ったの。出会い方は違います。みんな違いがあるかもしれません。でもこの方に会ったように彼の心は内に燃えた。これは今でも起きる出来事であります。パウルという人が聖書にも書いてありますね。パウルという人が、この人はユダヤ教の人だった。このユダヤ教の人が自分がユダヤ教の信仰に忠実であろうとするために、当時起こり始めた新興宗教のようなキリスト教に対してとんでもない、あいつらはもうですね、取れなければいけない、牢屋に入れなければいけないという熱心さ、神に対する熱心さのゆえに、彼はそのための働きをして、そしてダマスコまで行こうとした。シリアですね、今の。その途中で復活の主に出会った。聖書はね、面白い、彼の目から鱗のような落ちたと書いてある。今まで見えないことが見えるようになった。目から鱗っていう言葉が聖書の語源なんです、もともとは。そして今までは何もわからなかった霊的な問題、いろんな心の問題、信仰という問題、何もわからなかったものがはっきりと見えるようになった。復活の主に出会った。イエス様が死から蘇って復活されたということは、ただイエス様が復活されただけではない、そこに私たちにとってイエス様を信じる者にとって新しい人生の展開がそこから始まっていく。ルターだけではない、ウェスレーだけではない、またその船橋の一人のお方だけではない、私も同じです。私一人一人が、今朝ここにいらっしゃる一人一人が、いろんな経緯を通してイエス様と出会って、そうして今までの人生に終止を打ち、心の目が開かれる、心が内側に燃える、あ、生かされているんだ、生きる目標を持つ、これがある意味でクリスチャンということはどういうことであるかと、本当に神の前に私たちが真実に、ああ私はこういう神様の御心の中に、神様の愛の中に、神様のその目の中で、御心の中でこう生きればいいんだという確信を持たせられる、それが復活のイエス様と出会うということです。私にとってもそうです。私は伝道者になりましたから、この前初めて自分の58年だと自分で数えたわけじゃないけど、皆さんからそう言われて58年だって言われて、そうか58年になったのかと思いました。でもその前ですね、伝道者になる前の2年ほど前に私はイエス様に出会いました。当時まだ若かった頃、本当に自分の人生がどういう方向に進むかすらもわからないような、
現実の問題は本当にですね、暗淡たる状況の中にありまして、何もそれは暗淡であるということは、自分が罪を犯したから何かという以上に、自分の人生というのがどういう方向で、どういう、何を目標として歩んでいいのかしら、分からない、毎日が同じことの繰り返し、繰り返し、繰り返しで、それで年を重ねて、これでいいのかなって。思うときに焦りみたいなものがありました。そんな中でもう 目につくものは何でも飛びついて、そうしてやってみようと思ってやってたんですね。でもそこでも本当のこれだという目標を持つことができないでいた時期でした。まあ、そのうちの一つの、まあ飛びついたものの一つの中に、英語でも勉強しようかと思って、で英語学校に行った。それは結局は焦りの中で、何かをつかまなきゃいけない、何かをつかまなきゃいけないという思いからですね、向上心というよりは焦りがそういうふうにさせたように私は思います。自分の人生を振り返るときに、で英語学校に行った時に、まあ、そういろんな出会いがあるわけですが、そこで出会ったのが私をイエス様に導いてくださった宣教師の方だったんです。その方が川崎で教会をやってるから来ないかということを言われて、それでまあ教会といっても縁のない、今までは自分には何の縁もないような世界だったんですけども、これもやっぱり焦りですよね。何かあるかもしれないという思いでもってそこに行った。最初は何言ってるか分からなかった。でも説教の中で語られたことが、あなたは白く塗られた墓のようなものではないかという言葉が、まず最初に私の心に響いた言葉でした。これ聖書の中に書いてあること、マタイにいる福音書に書いてある。表面はきれいに美しい、まあ白く塗られた墓で、箱は白く塗った墓ですね。白いということはきれいに、表面はきれい、でもあなたの内側は腐敗とそういうものでいっぱいではないかというメッセージだった。それを聞いたときに、あ、これは私の心の中だなと思いました。そしてそこから示されたことは、本当に立つべきところに立っていない、生かされているべきところに生かされていない自分、人生の根底を失っている自分というものが分かった。それが最初だったんです。後に、イエス様を信じませんかという説教があって、私はその晩、それは11月のことです。これも私も、自分の人生をですね、コンピューターで調べたんです。その時は何日かなっていう調べて、11月の24日ということで分かりました。忘れてました。分かりませんでした。でも、コンピューターは今便利ですね。もう過去に何、あの日が何日であるかって、何曜日であるかということまで調べることができます。それがその日でした。イエス様を信じますと言って信仰の決心をした。それがイエス様と出会ったんです。この経験は私だけではないですね。皆さん方が一人一人がみんな違うストーリーの中で、自分の人生のストーリーの中でイエス様と出会って、そして目が開かれて心が燃えるような経験をしている。それが私にとっては1954年のことです。11月の24日、まあジョン・ウェスレーはですね、1738年5月24日というふうになってますけども、私はその日覚えてる、その日にちまで覚えてるわけではなかった、覚えたわけではありませんでした。ただそれを
コンピューターで調べたらそうなりました。ですね、コンピューターは本当に便利です。愛する皆さん、復活されたイエス様は、ただ十字架に付きになって私の罪を許してくださった、それはそれで素晴らしい。でもイエス様は3日目によみがえって、命によみがえったイエス様は一人一人のクリスチャンたちに生きる喜びを、生きる目的を、方向づけを与えてくださったわけです。先ほどのパウロという人は、彼はその時に受けたところのメッセージはね、あなたは外国人に福音を伝えるものになりなさい、すなわち国外宣教の宣教師になりなさいという、そういうメッセージを彼はいただいた。彼の生涯はですから本当に、ですね、当時 の、 あ の、 今の今で言えばあのトルコ、それからマケドニア、ギリシャ、それからローマにまで彼は福音を伝えていきました。異邦人にいわゆる福音を伝えるものになった。私たちも同じです。全部が全部宣教師になるわけではないんですけれども、生かされているその時代、その置かれている場所において、これだという人生の確信を持って、そして歩むことができるようになる。これが復活されるイエスに出会った私たちの経験でしょう。目が開かれて、心が内側に燃える経験をする。これが復活されたイエスに出会ったこの弟子たちです。最初彼らは本当に打ち沈んでいます。失意落胆の中におりました。彼らは本当に群れから離れて、そして自分の故郷に戻ろうとしているような状況の中でした。でもそこにイエス様が共に歩ん、近づいてくださり、共に歩んでくださり、言葉をかけてくださり、御言葉を持って彼らにご自身を明らかにして表してくださった。この人たちがどうなったか、そのふるさとにそのままとどまった、いえいえ、彼らは厳しさを返して、そしてエルサレムへ戻ってきました。そして弟子たちと会って、東北出身の弟子たちと会って、ガリラヤ出身の弟子たちと会って、イエス様よみがえったよ、私たちに現れてくださったんだ。そう言って、彼らはそのガリラヤ出身の弟子たちにそのことを証しをしたということです。愛する皆さん、これはただ2000年前の聖書の出来事ではない、今私たちに起きている出来事です。あなたの人生です。そしてイエス様を信じる者の中に同じ経験があるのです。お祈りいたします。みちみちお話になっている間も、聖書を説明してくださった間も、私たちの心はうちに燃えてたではないか。天の地なる神様、打ちひしがれておりました、人生の目標を失ってしまったようなこの二人に、イエス様現れて神の言葉を語りと思った時に、彼らの心は目が開かれ、心が内に燃える経験をされた。主よ、これはまた今日も私たちが経験する経験であります。感謝をいたします。今見舞いにおられるお一人一人の方々の上に、この経験の確かなことをもう一度確認させていただきながら、信仰に確信を持って前に進むことができるように、助けを与えてくださることをお願いをいたします。この時の恵みを心から感謝をいたします。尊い主の御名によってお祈りいたします。